南町田のグランベリーパークにザンさんが登場。11月24日にみんなに会いに行くよ。詳しくは僕たちの X をチェック。みんな困ってるの？ザンさんとコモリンの X。 今日はこれ、ザンさんペロペロキャンディー。ザンさんたちの絵をキャンディーに変えてみよう。レッツクッキン。おやつの時間だね。絵を描いてたらお腹が空いてきちゃったよ。何食べよっかな。二人とも何か困りごとがあるのかしら。つくもって、つくもは何食べてるの？実はこれ、私の絵が描いてあるキャンディーなの。飴の中にチョコペンで絵を描いているのよ。すごい、僕作ってみたい。僕もそれじゃあ早速作っていきましょう。これよ。まず最初に砂糖と水を鍋に入れて溶かすわよ。わー、透明の色になってる。お砂糖の甘い香りもしてきた。この時に色が茶色くならないように気をつけてちょうだい。そしたら固まる前に型に入れるわよ。固まったらチョコペンを使って絵を描いていくわよ。ひっくり返したらパーツが見えるように顔を描いてから色を塗っていくわよ。まずは輪郭と顔から描いていくわよ。輪郭を描いてから顔っと。いい感じ。僕は雲の形を描いてお顔も描いたよ。二人とも上手に描けてるわね。そしたら色を塗っていきましょう。色を塗る順番に気をつけて塗っていってちょうだい。輪郭は作ったから、これで色を塗れば僕みたいになってきた。チョコが固まったら全体の色を塗っていくわよ。僕は黄色のチョコレートをかけていくよ。僕はほっぺと角の部分に色を塗ったよ。二人とも色を塗れたみたいね。そしたら裏返してみてちょうだい。どうなってるんだろう。上手にできてるかな。すごい、僕の顔になってる。僕の雲の輪郭もかけてる。二人ともお絵描きマスターね。やったね。ザンザンの色バナナみたい。いただきます。黄色は黄色でもバナナじゃありません。ねえねえクマリン、プリルとビービーの絵も描いてみない？ナイスアイディア。いいわね。そしたら二人にこの飴をアレンジする方法を教えるわ。なになに？気になる。形をハートや星にしてみたり、お菓子を入れたり、これで色をつけることもできるわよ。すごい。そしたら僕はプリルの絵を描こうかな。僕はビービーを描いてみるね。プリルは可愛いのが好きだから、ハートの形にして色もピンク色にしてみよう。ハートのお菓子もつけてみようかな。ビービーは星にして黄色にしてみようかな。あ、星型のお菓子があるから使っちゃおう。二人とも材料が決まったみたいだから作ってみましょう。まずは砂糖に色を混ぜたお水を入れて溶かすわよ。わー、飴がピンク色になった。僕のは黄色になったよ。型に入れて固まったらデコレーションしていきましょう。じゃあ僕から描いてみるね。チョコペンで顔と輪郭を描いてカラフルに塗り塗り。この星のお菓子もつけて、できた。すごい、ビビーだ。次は僕の番だね。プリルのリボンとか顔を描いてピンクのチョコペンでぬりぬり。ハートのお菓子をつければできたよ。プリルだ、かわいい。二人ともアレンジして作れてるわね。僕たちの飴が作れたよ。この飴が合体したらいいのにな。わっ、ピコッとひらめいた。大きな飴を作ってみんなの絵を描いたらどうかな。ナイスアイディア。そしたら色付きの飴を作ってその上に絵を描いてみるといいわよ。いいね、やってみよう。それぞれの色を入れて溶かして、四角いお皿に色を分けて流せば虹色みたいになった。固まったらデコレーション。顔や輪郭を描いてカラーチョコペンでぬりぬり。最後はお菓子をつければ完成。ザンザン、ビービーとプリルも呼んで飴を見せようよ。
魔女子の絵かわいい。ハートのお菓子もある。あ、僕の周りには星のお菓子があるよ。やったー、一品大成功ね。みんなで作った飴を食べてみましょう。うん、甘くてとろけちゃいそう。チョコの部分もいいね。お菓子もおいしい。色によって味が違くて楽しい。とってもおいしいわ。味も見た目も最高よ。みんな、サンさんたちのキャンディーを作ってみたい子はグッドボタン。みんなのキャンディーが作れてよかったね。そしたら僕はバナナのキャンディーを作ろうっと。そうだ、作ってみる。君の心にタッチッチ、サンサンウォッチベルト出たよ。君もヒーローにならないか。落書きっつ、みんな困ってるもん。サンサンとゴモリルイッツ、今日はこれ、僕たちそっくりのパフェを作ったよ。甘いまで美味しそう。レッツクッキー。お腹すいたね。あ、僕さっきアイス買ってきたんだ。おやつに食べようよ。いいね、食べよう食べよう。あら、おいしそうね。つくもつくもも一緒に食べようよ。あら、ありがとう。でも私にはこれがあるから大丈夫よ。あ、これってもしかしてパフェ？しかもつくもにそっくりなアイスも乗ってる。それにお菓子もフルーツもいっぱいでおいしそう。ということで、あーん、勝手につくものおやつ食べないの？これどうやって作ったの？僕たちも作りたい。僕もいいわよ。それじゃあ一緒に作りましょう。材料はこれよ。わー、美味しそうなお菓子やフルーツがいっぱい。僕の大好きなバナナもある。いただきます。あー、まだ食べようとして、ダメでしょ。それじゃあまずはパフェの器を用意して、好きな材料を少しずつ入れていくわよ。いっぱいあって迷っちゃうな。自分の体の色に似てる材料にするともっとそっくりに近づけられるわよ。それじゃあまずはこれちょびっと入れて、次はこれサラサラサラ、そしたら次はこれポンポンポン。横から見ると綺麗。本当だ。よーし、もっと綺麗になるように入れよっと。みんなも僕と一緒にパフェ作ってくれる？作ってくれる子はグッドボタン。こっちにも黄色の材料あるわよ。つくも、ありがとう。それじゃあ次はフルーツをポンポンポン。まだまだ入れられそうだね。そしたらこれ、プリン？そのまま入れるの？ふっふん、これをこうするんだ。そしたらプリンをドーン。あ、崩れてるから綺麗に広がった。これなら綺麗な層のまままた入れられるわね。よし、そしたら一番上はこれにしようっと。あ、いちごだ。サンさんの赤いヒラヒラのところね。ピンポーン、大正解。あとは隙間を埋めたら、うん、いい感じ。僕も作る。僕はまずこれ、ヨーグルト。ちょびちょびっと入れて、コーンフレークをサラサラサラ。そしたらまたヨーグルト。他の材料は入れないの？うんうんうん。これから入れるんだ。まずはジャム、そしてヨーグルト。また？あとはバナナを僕のお口に入れたいけど。ポンポンポン。クモリンがつまみ食い我慢できてる。えらい。あら、バナナヨーグルトね。美味しそうだわ。そしたらここにお菓子をドーン。あ、カラフルになった。そうだ、真ん中にもバナナ入れちゃおうっと。横から見えないけどいいの？これが秘密の隠し味さ。何じゃそりゃ。そしてここにバナナのお菓子をドドーン。わー、入れすぎ。バナナだらけのパフェになりそうね。もっとバナナを入れたいかな。これをこうして、こうしたら、すごい、バナナが綺麗に見える。くもりん天才です。一番上まで入れたら僕もいい感じ。二人とも綺
麗に作れたわね。そしたらアイスを乗せましょう。わーい、いただきます。だから食べちゃダメ。そしたらこれで作って乗せてちょうだい。アイス屋さんにあるやつだ。100均にもあるから、みんなもアイス屋さんみたいになれるわよ。取ったアイスはここに置いて、おー、ビューティフォー。僕のアイスのてっぺんに乗せて、よし、うまくいった。そしたらアイスの周りにも乗せましょう。じゃあ僕はいちごと生クリームをポンポンポーン。わー、ちゃんさんの赤いひらひらだ。じゃあ僕はチョコスプレーをかけて、生クリームとバナナをポンポンポン。次はどうするの？そしたらアイスに顔を描きましょう。よーし、カキ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 。僕もカキ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 。よーし、僕たちのパフェ完成。二人とも上手にできたわね。それじゃあアイスが溶けないうちに食べましょう。わーい、待ってました。どこから食べようかな。あら、サンサンのパフェは黄色と赤でサンサンそっくりね。うん、黄色の材料をちょっとずつ入れたんだ。フルーツいっぱいで美味しそう。楽しみだな。いただきます。フルーツとクリームとアイスが合わさって、いや、うまー。僕も食べる。いただきます。バナナがお口いっぱいに広がって、幸せ。二人とも美味しく作れてよかったわね。みんな、ごまかれます。ササとクモリンです。今日はこれ、僕たちにそっくりなクッキーを作ってみたよ。笑った顔に泣いちゃった顔。あー、怒らないで。みんなも一緒に作ってみよう。お腹すいたね。サンサン、そろそろおやつでも食べようよ。わ、いいね。おやつの時間にしよう。あら、二人とも楽しそうね。つくも、つくもも一緒に食べようよ。ありがとう。でも私はこれがあるから大丈夫よ。え、これつくものクッキー？いろんな顔のつくもがいる。どうやって作ってんの？お菓子のクッキーにお絵かきしたのよ。わー、楽しそう。僕も作りたい。僕も。いいわよ、じゃあ一緒に作りましょうか。材料はこれよ。クッキーにチョコペンに、あ、これ僕大好き。いただきます。こらこら、それは使うんだから食べちゃダメよ。はい。まずチョコペンをお湯で柔らかくしてちょうだい。熱いからお友達のみんなは大人の人にやってもらってね。触れる温度になったら早速描いていくわよ。まずクッキーを僕のお口へぽい。もうつまみ食いしないの？ありゃ、バレちゃった。それじゃあやってみましょう。お顔の色はこれだね。赤いひらひらはどうしようかな。小さいクッキーにチョコを塗って、顔のクッキーにチョコでつけるといいんじゃないかしら。ほんとだ、ひらひらができた。あれ、そういえばサンサンのお花って何色だっけ？おー、忘れないでよ。みんなは僕の花は何色か覚えてる？わかった子はグッドボタンで教えて。僕の花は赤色だよね。キラキラ光る、キラキラおめめ、真赤なお花にピンクのほっぺ、にっこりお口で、はい、完成。すごい、サンサンそっくり。僕も作る作る。バナナはどこかな、どこ行った。おっきいお目目で探しましょう。甘い匂いで見つけたな、パクッと一口おいしいな。見て、僕のもできたよ。二人とも上手にできたわね。他の顔も作ってみようっと。丸描いてちょん、丸描いてちょん、大きいお口で、はい、びっくりさんさん。あ、さんさんがびっくりしてる。それじゃあ僕は波乗り波乗り、大きいスイカ食べたらジュースがザッパン。なんじゃそりゃ。
せな僕だよ。よく見る顔ね。ねえねえ、せっかくだからプリルたちも作ってみようよ。いいねいいね。けどプリルのピンクのクッキーがないよ。そういう時はこれを使いましょう。これをクッキーに塗れば、ピンクのクッキーになった。プリルは大きいお鍋に卵をポン。隠し味はハートの愛情。湯気がふわふわ出てきたら、とっても可愛いプリル。その歌全然プリティじゃないって、プリルに言われそうな歌だね。完璧じゃん。僕アーティストになれちゃうかも。それじゃあノイズはこれくらいのクッキーに三角おにぎりちょいとつけて、ゆでた卵にごま塩を振って、おっきいお口でバナナをパックン。ってちょっと僕の番取らないでよ。いいつい歌いながらだともっと楽しく作れるわね。うん、お絵かきも上手くなってきた気がする。ポッケを描いて、お山も描いて、ほっぺと大きいお口を描いたら、わー、怒ってるサンサンだ。ほら、すぐ描けるようになったよ。あら、すごいわね。僕だってぐるぐるを2つ描いて、大きいお口を描いたな。できた、ぐるぐる僕。目が回ってるクモリンだ。みんなの目もぐるぐるさせちゃうぞ。それじゃあプリルもこれをこうして、できた、あわあわプリル。わあ、すごい泡出てる。ノイズはこれをこうして、あら、ノイズが泣いてるわね。サンさんに怒られちゃったんじゃない？いろんな顔があるから、このクッキーでお話もできちゃうね。確かに、おいしそうなサンさんのクッキー食べちゃおう。あー、おいしい。あー、クモリン、僕のクッキー食べたでしょ。ごめんなさい。ほらほら、せっかくだから食べてみましょう。そうだね、もうお腹ペコペコ。いただきます。おお、サンさんが半分になった。サクサクのクッキーとチョコが合わさって美味しいね。プリルのクッキーも可愛いし美味しい。今日は二人とも上手に作れてよかったわね。うん、いっぱい歌えてクッキーも食べられて幸せだった。みんなコマンデルブ、サンさんとクモリンね。今日はこれ、牛乳パックで僕そっくりのアイスを作ってみたよ。おっきいアイスでヒヤヒヤうまうま。レッツクッキー。暑い、溶けちゃうよ。あ、そうだ、僕さっき牛乳を冷やしておいたんだよね。キンキンだからきっと美味しいぞ。牛乳、クモリン、牛乳には栄養がいっぱいあるんだよ。ほら、一緒に飲もう。僕牛乳好きじゃないからいらない。それならこれはどうかしら。つぼ、これ牛乳じゃん、僕いらないよ。中身を見たらきっとびっくりするわよ。ほんとかな。せーの、それに飲み物じゃない。そう、これは牛乳丸ごとアイスよ。これどうやって作ったの？僕も作ってみたい。それじゃあ一緒に作ってみましょうか。材料はこれよ。牛乳、生クリームに卵と砂糖だね。まずはお鍋に材料を入れて優しくかき混ぜてちょうだい。混ぜ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 、優しく混ぜ混ぜ。そしたらとろっとするまで弱火で煮てちょうだい。おいしくなーれ、おいしくなーれ。見て、とろっとしてきたかも。いい感じね。真っ白な僕にそっくり。つくも、僕そっくりの色にもできる？それじゃあこれを使いましょう。
少し入れて混ぜたら、僕と同じ黄色だ。ああ、僕の色が。クモリンのは新しく作りましょう。うん、一安心。もう牛乳パックに入れる？まだ熱くて入れられないから、冷めるまで少し置いておきましょう。そろそろいいかな。そうね。そしたらよく洗った牛乳パックを用意して中に入れていくわよ。そーっとそーっと。緊張する。みんな、僕が上手に入れられるようにグッドボタンで応援して。キョロキョロキョロ。これで最後。そしたら冷凍庫で冷やすわよ。もうでもちょっと物足りないな。これをこうして、こうしたら、完成が楽しみだな。あ、くもりんいいことしてる。そしたら僕はこれとこれを入れて、うん、いい感じ。あら、二人とも何してるの？内緒。後でのお楽しみ。ん？準備ができたら冷凍庫に入れましょう。1時間くらい冷やして表面が固まったら、トッピングで顔を作るわよ。頭のところは入らないから後でつけましょうか。目と鼻をつけて、ほっぺとお口をちょちょっとつけたら、うん、いい感じ。僕はお菓子をこうして、こうしたら、おーい、スーパーキューティー。2人ともよくできたわね。そしたら最後にもう一回冷凍庫で冷やしましょう。そろそろいいわね。わーい、早く食べよう。せーの。出てこない。早く食べたいのに。あらあら、くっついちゃってるのね。そしたら細い棒か何かをアイスと牛乳パックの間に差し込んで、隙間を作ってあげるといいわよ。アイスさん出ておいで。せーの。顔が発射されたみたいで面白い。僕の顔取れちゃった。うん、けど作り直せばいいよね。あ、そうだ、角をつけるんだった。僕もヒラヒラつけようっと。これでもっと完璧だね。二人とも上手にできたわね。そしたら溶けないうちに食べましょう。はーい、いただきます。うん、お菓子と牛乳がマッチしてて美味しい。あら、中にお菓子を入れたのね。うん、いろんなお菓子を入れたんだ。ポリポリ、ふわふわで、いろんな食感が楽しい。くもりん、食べないの？だって、作るのは楽しかったけど、僕の苦手な牛乳だもん。大丈夫だよ、食べてみよう。頑張って作ったんだもの、きっと美味しいわよ。二人がそう言うなら、あーん。どう？お、お、美味しい。よかった。アレンジでバナナ入れたのもナイスアイディアね。これならいくらでも食べられちゃう。うん、美味しかった。食べるの早。さあさあ、食べないならもらっちゃうよ。ダメ。これは僕の。もう牛乳大好きになったみたいね。うん、そうだ、サンサン、次は牛乳プリン作ろうよ。おっきいの作ったらきっと楽しいよ。みんな、コマンデレブー。サンサンとクモリンです。今日はこれ、お店のアイスを僕たちに大変身させてみたよ。ひんやりうまうまアイスで夏バテを吹っ飛ばそう。レッツクッキン。暑い。お家にいても暑いね。あら、二人とも元気ないわね。つくもだ。なんでそんなに元気なの？私にはスペシャルなおやつがあるもの。いただきます。え、ちょっと待った。何そのアイス。お店で売ってるアイスをちょこっとアレンジしてみたの。つくもそっくりだ。いいな、いいな、僕たちも作りたい。いいわよ、
一緒に作りましょう。まずはアイスを選んでちょうだい。この中で僕の体の色にぴったりなのはこれとかどう？それはクモリーの色のアイスでしょ。いっぱいあって迷っちゃうな。画面の前のみんな、僕にぴったりのアイスを見つけた子はグッドボタンで教えて。あ、これとかいいかも。本当だ、ガンさんと同じ黄色。黄色と言ったらバナナ。バナナと言ったら遊ばない。それじゃあ作ってみましょう。まず赤いチョコペンでひらひらを描いて、次にお菓子でお目目をちょんちょん。見て見て、いい感じじゃない。ぴゃー、お目目落ちちゃった。あらあら、棒アイスだとお菓子が乗りにくいからチョコペンで描くといいわよ。はい、そしたらもう一回お目目とお口を描いて、チャックを描いたらできた。わあ、ガンさんだ。ちゃんとチャックまであるわね。よし、僕も張り切っちゃうぞ。何にしようかな、何にしようかな。これだ、バカリンちゃん。おお、美味しそうな白。そしたらこのバナナにそっくりなお菓子を、あ、角にするんだ。パックンちゃん、食べるんかい。ついけど、ザンザン大正解。顔はこれにしよっと。それ落ちちゃうよ。でも僕のつぶらな瞳にぴったりなお菓子はこれしかない。ほら見て、ザンザン完璧。わあ、落ちちゃうよ。で、落ちてこない。カップのアイスの方がお菓子がしっかりくっつくのね。それじゃあほっぺはこのお菓子を置いてお口を描いたらできた。ぼく、あら、そっくりに作れたわね。二人ともいい感じじゃない。ザンザン、早く食べてみようよ。うん。あ、でもアイスまだこんなに残ってる。そうだクモリン、このアイスたちで他のみんなも作ってみようよ。プリルたちを作るの、いいね、楽しそう。プリルはこれだよね、マグリンちゃん。あ、甘いイチゴのいい匂い。まずはチョコペンでお顔を描いて、リボンをカキカキ。見て見て、もうプリルにそっくり。ザンザン、あっちでいいもの見つけたよ。あら、キラキラでカラフルでプリルにぴったりね。これをここにちょちょいとかけて、わあ、プリルがさらにプリティになった。よし、次は BB。 BB は、どれだろう。茶色のアイスがいいよね。これは、それは白色だから違うよ。こっちはどうだ。それは黄色だから BB の色じゃないよ。じゃあこれだ。それは水色。おお、クモリン、ちゃんと選んでってば。ごめんごめん。じゃあこれは、だからってそれだ。やった、クモリン天才です。もうたまたまでしょ。そしたらチョコペンで頭とお顔を描いて、カキ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 。耳はどうしようかな。これはどうかしら。あ、いいね、さすがつくも。けどどうやってつけるの。ふふん、ここだよ。ここにお菓子を刺したら耳になった。そしたら最後の飾り付けをしてビリビリアイスの完成。それじゃあ次はノイズ。ノイズだったな、これだね。ノイズの頭のところは黒いから、あ、これとかいいかも。上らへんに乗せて、あれ、あんまり綺麗に置けないよ。そういう時はこれを使うといいわよ。お菓子を袋の中に入れて、そのままトントントン。うわ、楽しい。黒い粉になった。それをノイズの形になるように乗せたら、ノイズの頭になった。そしたら角をつけてお顔を描いたら、できた、ノイズアイ
ちに食べよう。いただきます。おー、甘うまだ。僕のは、バニラアイスとお菓子が合わさってサクッとトロうま。くもも一緒に食べよう。ありがとう。それじゃあ私はプリンのアイスもらおうかしら。いただきます。甘酸っぱいイチゴとチョコがマッチしてて美味しいわ。次は BB のアイス食べてみようっと。これもサクッととろっと美味しい。こちらナイズのアイスもすっごく美味しいよ。やっとうまうまなアイスだったね。うん、これなら暑い夏も乗り切れるかも。見てるみんなもぜひ真似して作ってみてね。作ってくれた子はハッシュタグサンサン作ってみたで投稿してね。みんなの投稿待ってるよ。そうだサンサン、次はかき氷で作ってみようよ。わ、いいね。僕トッピングでバナナたくさん乗っけるんだ。そうだ。あー、すー、今日のお絵かき。